んにちは。またオープニング撮ってませんでしたが、ただいま新中野駅、ね、石井さんと渡辺悟さんが在廊されている、ギャラリーの方にちょっと、お邪魔しようと思いまして、後ろにいらっしゃいますけど、カズエンドさんと僕の動画普段見てくださってる山田さん、はい、と合流してたまたま、はい、3人で今ギャラリーに向かっております。じゃあギャラリーに行ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、石井さんからどうぞインタビューをということだと思います。はい。はい、せっかくなので、はい、先日僕、ミッドナイトインパリで石井さんの舞台の方にいたんですけど、その際に、石井さん本人から写真を撮って説明をいただいたので、うん、せっかくこう、これだけれども、それ今、佐藤さんの話とかが出ないっていう方向けに、この写真展、はい、伝統の、まあ、どういった意図で開催されたのかとか、もしくは作品一つ一つ、うん、あと僕個人的に聞きたいことがいくつかあるので、はいはい、はい、だからそちらの方を自分にできたらいいっていうのは、これはね、とにかくこのアルバムなんですよね。これ、まあ、これ特徴的ですよね。これ1970年代の70年ですね、ぴったりのアルバムで、はい、当時この女性は18歳で、はい、で撮っている男性 HJ は19歳なんです、はい、大学1年生と2年生で、はい、まあ、そのボーイミツガールのその瞬間を捉えたもの、はいはい、実は最初はヨーロッパの写真を見てたんですけども、はいはい、もっとないですかって聞いたら、はい、いやずっと妻を撮ってるって言って、はい、アルバムをねたくさん見せてもらった、はい、でここにはね東京では3点のアルバムなんですけども、はい、名古屋にも2点あって、あ、別のものが、別のものがです。でこれは出会いから結婚までの写真なんですね、うん、その後も結婚して子供を産んでっていうずっと撮られてるんですけども、やっぱり強烈なのが、まあ、出会い編だったので、それを写真集にしようということでお願いしたんです、僕が。で実は HJ という仮名にしてるんですけども、名前も伏せて、まあ今までだったりプロフィールとかね、そういったいろんなコンテキストを見せるっていうのが正しいとされてたんですけども、そうじゃなくてもう写真だけ見ていただこうと。で今回その合図っていう写真集の次にメロディーっていうのを作って、まあ三部作として一つ作り、展示も東京と名古屋で、まあおかげさまで今日も初日ですけど大盛況で、かなり多くの方に、でもプリントもたくさん貼っていただいて、まあこれは本当に自分自身が作った本人としてもびっくりしてる。じゃあもうまずはこのアルバム、今展示されているアルバムとかが中心となって、そうですね、はい、でまあヨーロッパをずっと HJ さん撮っていて、はい、そのヨーロッパのものと、はい、自分の個人的プライベートのアルバムと組み合わせたのが合図っていう写真集ですね。じゃあこれの中から、データを作って、でもうネガがないのでこういったプリントを作ってるっていうことですね。ちなみにこれ個人的な質問なんですけど、はい、まあ、もちろん今回アルバムがもう直接こうやって展示されているというのが一つ特徴だと思うんですけど、はいはい、それ以外の他の展示を見ていくと一つ一つ結構フレームが違うんですよ、はいはいはい、これはどういった意図が。普通写真展の額ってこれアルミフレームが多いんだけども、はいはい、もうこういうのに自分自身も飽き飽きしていたところもあるし、でこれは石井さんという額の作家がいるんですけども、アトリエに伺ってそこでこの額を購入して、で今回使ってみたいと。で取られているまあその年代も含めてちょっとクラシックなこの額が合うだろうなっていうことで、
ブックレット見ると、そのパリで撮られた写真というのは、うん、いわゆるその現代的なというか最近のアルミフレームの画角に全体で入っているんですけど、うん、まあ、そのアルバムの中とかにあったであろうものはほとんどがそのこ う, です、ね、こういったものですよね。このアルバムこの額の雰囲気とやっぱりこの古い54年前の写真ですからね、はいはい、結構ね相性がいいんじゃないかなって思ったんですよ。なんか納得がいきました、はい、どこか一つ一つは額が違っているので、うん、驚いた感じがありつつも写真との親和性がすごく高いなって。写真は割とこうやって統一額にするんですけど、割と絵画は額を一点一点変えたりするんですね、イメージを。まあ、それと似たような感じですかね。まあ、こういったイメージとこの 2点の組み合わせとかっていうのが、まあ、奥様を撮られていたっていうのがあって、なんかそのピンク色っぽい色味が可愛らしい雰囲気があって、いやもうこれを見た時にもうちょっとね驚愕したんですよ。これはすごいと思って、でも本を作ろうっていう、その時にじゃあこれからそうですね。だヨーロッパの写真見てる時だの時は、あすごい人がいるもんだなっていう、はい、まあ一般の人で写真家でも何でもないけども本当によく丹念にこう撮ってるなっていうイメージはあったんですけど、ね、これを見た瞬間にこれ組み合わせたらすごいことになるっていう直感はあったんで、で事実そのアイズっていうのを発売したのが去年の10月ですけども、はい、もう3日で最初の初版は完売してしまって、1ヶ月後に荷刷りで作ったものももうほとんどないんです。この東京名古屋の展示のために取ってあった分しかも残ってないっていう感じですね。これ今回すごく嬉しかったのが、みんなねすごい喜んで見てるんですよ。というのも今まで、ね、自分も含めて写真ってちょっと難しいってどうやって見ていいか分かんないって言われることが結構多かったんだけど、これはみんな目を細めて見ているっていうのがちょっと面白いですね。すごく難しいアートの世界というかは、アルバムだったっていうところから、そう入っていって、写真のちょっとね強さというか面白さっていうのを再認識自分もするとこがあったんで、ね、今日ちょっと後ろの声聞こえると分かると思うけど、めちゃくちゃ人が入ってるんですね。会場ってこんなに賑やかだっけ、ね、まあ、そのなんか多分アルバムとかっていうこのテイストも相まって、まあ、この空間も相まって今回のギャラリーの相まって、なんか人と対話するような感じの空間っていう、そう、やっぱみんなが喜んでくれる展示ができたっていうのは一番嬉しいですね。何よりも証拠です、これだけの人が、そうですよね、うん、平日ですけどね、今日ね。ですけどね、平日ですけどね。週末にはもう名古屋の、そうですね、はい。あと9月の8日日曜日の19時からは、まあ、名古屋で石井さんとトークをしますので。あと展示内容もここは。で、アルバム、違うアルバムがあったりっていうことになって、ね。これを見ていただいている方はこちらにも来ていただいて、いやいやいや近い方で構わないと思うんですけども、アルバムが違うよっていうところも含めて、はい、ここは出会いそうですね、でそのいや、やっぱりその出会い編の中の2冊 を, ところをあの名古屋にも展示してます。はい、じゃあまたそこもちょっと違うものが見えるっていうところ、ね、はい、まあ、動画でなんとなく雰囲気をつかんだ方で、まあ、名古屋近郊にお住まいの方はそちらへどうぞって感じですね。はい、ぜひ皆さん足をお運びください。ありがとうございました。ございました。そしていつも回して今日は仕事終わりで飛び出してきたから、ね、忘れてしまいました。おずぼけ忘れちゃったので代わりに撮ってあげます。友情出演友情出演
Yeah, such crap. And I start to clap, 'cause I'm feeling good.